はい、こんにちは、並木道夫です。今日はね、山手通りに来ています。私の後ろに緑色の家が見えるでしょうか。これが、エリスマン邸ですね。洋館で有名なエリスマン邸です。そしてその道路向かいにある建物が、こちら今私の背中になりましたが、ブラフクリニックです。これは病院です。山手通りに面した普通の病院なんですけれども、実はこの病院ですね、終戦当時横浜一般病院と言いました。そういう名前の病院だったんですね。そしてその、終戦間もない昭和21年の4月ですね、この病院の玄関先に一人の赤ん坊が置かれていました。まあ、置かれていたというよりも捨てられていたんですね。その赤ん坊を保護し養育したことが聖母愛児園の始まりとなります。その乳児の養育にあたったのは病院内のカトリック系教会のシスターたちでした。このシスターたちによって聖母愛児園は設立されます。聖母愛児園はこの病院の、隣に位置しているところにあるんですけれども、終戦直後ですから世情は非常に混沌としていました。町にはですね、公園や駅にその生まれたばかりの赤ん坊が捨てられたりということも、それほど珍しいことではなかったんですね。そういった子どもたちが、警察や区役所の手を得てこの横浜一般病院まで、連れてこられたわけです。多くの子どもたちがこの病院に連れてこられ保護され引き取られ、養育されるようになるんですけれども、まあ、あそこの病院に行けばなんとかなるということで、そういった子どもたち、預けられる子どもたちもどんどん増えてきてしまったんですね。その預けられる子どもたち、つまり捨てられてしまった子どもですとか、まあ、親が育てることができなかった子どもたち、まあ、そういった子どもたちがどんどんここに集まってくるような形になりました。そしてその子どもたちのほとんどが、進駐軍兵士と日本人女性との間に生まれた混血児だったんですね。昭和20年8月15日、日本はポツダム宣言を受け入れ、第二次世界大戦は終了します。戦争は終わりましたが、国民の試練はまだ終わることはありません。昭和20年8月30日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが厚木飛行場に降り立ちました。この日から日本の戦後は始まったと言っていいでしょう。アメリカによる占領統治が始まりました。横浜にも多くのアメリカ軍兵士が上陸することになります。そして横浜の中心部はほとんどアメリカ軍に接収されることになります。多くの若い血気盛んなアメリカ軍兵士が横浜に上陸したんですけれども、そういった戦地では必ず例外なく起きる問題があります。それはアメリカ軍兵士と日本人女性との間に赤ん坊が生まれてくるということなんですね。占領の本拠地ともなった横浜には9万4000人を超える進駐軍兵士が駐留することになります。進駐軍兵士の中には不法行為を働く者もあり、特に女性が被害を受けることもありました。この赤ん坊なんですけれども、必ずしもですね、祝福されて生まれてくる子どもたちということではありませんでした。むしろ祝福されて生まれてくる子どもたちの数は非常に少なかったと思います。生まれてくる子どもたちの中には遺棄され、また育児放棄され、孤児となるものが少なくなかったんですね。まあ、少なくなかったというよりも、かなりの割合で、そういった子どもたちが生まれてしまったということです。アメリカ人兵士と日本人女性との関係はもう様々であり、様々な、ケースが考えられました。その関係はですね、自由恋愛であったり売春であったり、また強姦であったり、ケースはいろいろありました。また日本人女性の職業も様々であり、米軍兵舎でハウスメイドや洗濯係をする者もいたということです。またバーやキャバレー、飲み屋ですね、飲食店街のホステスたち、こういった女性たちがその米軍兵士の相手になるということも多くありました。売春婦もかなり多くいたんですけれども、統計上は売春婦の子どもというのは割合が低いです。まあ、これは生まれてすぐにですね、死んでしまったという子どもたちの数は含まれていませんから、もう正確な統計上の数というのは分かりませんね。遺棄され放置された赤ん坊の正確な数は分かりません。しかし駅や公園、町のどこかで毎日赤ん坊は置き去りにされていたのです。
進駐軍兵士の中には子供を設けた日本人女性との間に家庭を築く場合もありました。しかしそれはあくまで現地妻のような形で、日本での任務を終え本国に帰りますとですね、再び日本には戻ってこなかったというケースも多くあったようです。また昭和25年に始まった朝鮮戦争により半島に動員され、そのまま日本に戻ることのなかった兵士も少なくありませんでした。そうなりますとね、残された母親は子供を育てるのがなかなか大変ということで、やはり IJN などの施設に預けるというケースも多く見られました。今では比べようもないほど物がない時代に母親一人で子供を育てるというのは非常に大変なことでした。また混血児に対する差別意識も非常に強く、それもまた養育の壁となりました。当時はですね、一般でも非常に物資不足、食料品不足で十分に栄養を取ることができませんでした。どの子に限らず栄養不足により命を落とすこともありました。乳幼児が流行り病である赤痢やチフスにかかると助かることはまずなかったと言います。横浜一般病院には多くの乳児が預けられるようになりました。それはもはや一病院としては抱えきれぬほどの数となり、病院から派生する形で乳児を預かる施設は IGN として独立しました。やがて乳児院は病院から独立します。そして聖母 IGN となるわけですね。建物も別棟になりまして、病院とは隣のところに新たにですね、施設は作られました。で当時ですね、多くのですね、戦災混血孤児が預けられたんですけれども、当時どれぐらいの人数がいたのかというと、これもですね、正確な統計は分かりません。一説にはですね、20万とも言われているんですけれども、さすがにね、それはちょっと多すぎるような気もします。昭和28年に厚生省が調べましたところ、だいたい5000人ぐらいということだったんですね。ただこれは厚生省が掴んでいる数字でありまして、実際にはその数倍はいたのではないかと思います。おそらくですね、1万から2万人ぐらいの混血孤児が、いたと思われます。私は今回動画の中で混血孤児という言葉を用いています。これは現在使われている言葉ではありません。しかし当時の世情を鑑み、今回は歴史用語として捉え、あえて使用させていただきます。それ以外私の意図するところはありません。当時ですね、そういった戦災孤児の面倒を見るという公の施設は、ありませんでした。神奈川県内に限って言いますと、こちらの聖母 IGN、 そして大磯のエリザベス・サンダースホームですね、この2件のみであったと思います。公共的なそういったの施設はね、全くありませんでした。これはね、なかったというのはちょっと理由がありまして、当時 GHQ がですね、そういったの混血孤児の世話というか面倒をあまり、見るつもりがなかったようなんですよね。進駐軍が日本を占領統治いたしまして、そこでそのような混血児が多く生まれているという事実をですね、アメリカ本国に知られるのはあまり GHQ としては、都合が良くなかったわけですね。ですからそういった問題を表沙汰にしたくはなかったということでですね、都合の悪いことに関しましてはですね、そういった政策はね、取らなかったということなんですね。結局混血孤児たちはこの聖母 IGN や大磯のサンダースホームで養育されることになるんですけれども、その設立や経営に大きく力を付与したのがカトリック教会だったんですね。バチカンを中心に世界的な寄付を募りまして、施設の経営基盤が作られたということです。施設の運営は公の機関ではなく教会や個人の特使に負うところが大きかったんですね。なお現在の聖母 IGN はキリスト教理念に基づいた一般的な児童養護施設になっています。はい、それではね、 IGN の周りをちょっと歩きながらお話をしたいと思います。やむない事情がありまして IGN に連れられてくる子が、多くいたんですけれども、そういった子どもたちの多くは栄養失調であり、また病気にかかっている子も少なくありませんでした。つまりですね、こちらに預けられてもすぐに死んでしまう、亡くなってしまうというケースも、非常に多くあったんですね。体が弱って入院してくる子どもたちに対しては、
カトリック教会系の敬虔なシスターたちが懸命にその世話に当たります。 IGN におけるシスターたちの働きは非常に献身的なものでありました。でこちらの IGN ではですね、乳児の保護養育ということも行われたんですけれども、積極的ですね、アメリカの基地関係者との間で養子縁組が進められました。つまりですね、アメリカ人夫妻にもらわれていってアメリカに渡りアメリカで暮らす、そういった養子縁組ですね、そういったことを積極的に行っていました。まあ、これはですね、当時の世相を見るに、このまま日本に残って暮らすよりもアメリカに渡って、アメリカ人として暮らした方がいいのではないかという、まあ、親心といいますかね、まあ、そういったことが思われていたんですね。と言いますのは、当時日本はですね、まあ、敗戦直後ということもありましてですね、その混血児に対する差別偏見というのがもう非常にですね、厳しいものがあったんですね。子どもたちにとってはですね、非常に生きにくい国であったわけです。ですからね、それならばということでアメリカに渡ってアメリカで暮らした方がいいのではないか、まあ、もちろんですね、アメリカに渡ればそのアメリカの方が幸せになれるとは限りませんでした。アメリカに渡っても日系人、アジア人であることによって、差別を受けるということはもう十分ありましたのでね、まあ、どちらが幸せということも言えないんですけれども、まあ、アメリカに渡った方がいいんじゃないかということでね、まあ、そういった養子縁組が積極的になされたわけです。でこの IGN ではですね、昭和25年から30年までの5年間の間で、およそ250組の養子縁組が成立しました。つまり250人の子どもたちがアメリカに渡ったわけですね。養子縁組の養父母となったのはほとんどアメリカ軍の基地関係者でした。 IGN としても積極的に養子縁組の話は進められていたようです。しかし全員が養子縁組の話がまとまり海を渡ったわけではありません。 IGN の子どもたちも学齢に達すれば小学校へ入学しなければなりません。前方に見えるのは代官山のトンネルです。あのトンネルを元町方面から抜けてまっすぐ突き当たったところが元町小学校です。はい、今ね、元町小学校までやってきました。元町小学校というのは西部愛知園から道路を1本隔てても歩いてもね、1、2分のところにあります。今ね、夏休み中なんで門も閉まっておりますし、子どもたちの声も聞こえません。聞こえてくるのはもう、うるさいばかりのセミの声ですね。聖母 IJ に預けられた、アメリカ軍兵士と日本人女性との間に生まれた、混血孤児の問題なんですけれども、この子たちが小学校に上がる就学年齢に達するとまた新たな問題が生じました。どこの小学校に入学するかということですね。そういった一般の小学校ではなくて特別施設を作って、そういったところで勉強させた方がいいんじゃないか、一般の、ね、小学校に入れるよりも、そういった特別施設を作って、まあ、そういった中で勉強させる方がいいのではないか、そういう意見もありました。でいろいろですね、話し合われた結果、特別な施設は作らず一般の小学校に入学させるということに話は決まりました。その年、横浜 IGN の1年生になる子どもたちですね、全部で57人いたそうなんですけれども、その子どもたちが市内各地の小学校に入学することになりました。まあ、一つの小学校だけではなくてですね、かなりの数の小学校に振り分けられて入学したようです。でその中で最も多くの、子どもたちが、入学したのがこちらの元町小学校でした。元町小学校には19名の児童が入学したそうです。で入学した子どもたちもですね、一つのクラスにまとまらずばらけてクラス編成がなされたそうです。まあ、全て一般の子どもたちと一緒にしたということなんですね。勉強のね、遅れの目立つ子どももいたということなんですけれども、ほぼですね、平均に近いぐらいの成績は取れていたということです。まあ、もちろんね、学校では少なからずいじめとかそういった問題もあったとは思いますけれども、元町小学校の教師はですね、いい意味でも悪い意味でもその混血児童たちに特別扱いをしなかったということですね。まあ、全て一般の児童と同じような形で接したということです。元町小学校の教師たちは熱意を持って愛知園の児童たちの指導に当たりました。
当初一般父兄たちは愛知園の児童たちの受け入れに拒否反応を示していたんですけれども、学校内でも徐々に理解を得て愛知園の児童たちの成長を応援するという人たちも出てきました。差別や偏見はかなり厳しいものがあったと思われますが、温かい目で見守る人たちもいたようです。この元町小学校では聖母愛知園からの入学者が6年間で150名を数えたといいます。で、その6年間の在学のうちに、約半数の73名の児童が、養子縁組が成立しアメリカに渡っていったということなんですね。まあ、ですからね、小学校に在学している時もですね、そういった養子縁組の話は積極的に進められていたようです。海を渡った子どもたちが今どこで何をしているかということはもうこれはね、ちょっと分かりませんけれども、今、大体ですね70歳から75歳ぐらいになっている年齢ですね。アメリカに渡った年齢は子どもによってバラバラなんですけれども、小学校まで在籍した子だと日本のこともまだ覚えているでしょうね。横浜で暮らしたことを思い出すこともあるのでしょうか。さて、それではこの辺で一息入れたいと思います。セミの鳴き声がすごいですね。今日は暑いんでもう喉がカラカラになってしまいました。この近くにはえのき亭があります。ちょっと休憩していきましょう。こちらは山手でも有名なカフェですね。おじさん一人ではちょっと入りにくいんですけれども、勇気を出して入店します。初めて入りましたが、落ち着いた雰囲気のなかなかいい喫茶店ですね。ケーキも美味しいということなんですけれども、今回はアイスコーヒーのみいただきます。さて、ここで一服した後なんですけれども、この後南林間まで向かいたいと思います。南林間には聖母愛知園から派生した施設、少年の町がありました。大和市の南林間小学校までやってきました。学校はすでに夏休みに入っています。登校日でもありませんから、子どもたちの声は聞こえてきません。聞こえてくるのはただセミの鳴き声ばかりです。この地にはかつて少年の町、通称ボーイズタウンがありました。聖母愛知園では、小学校の就学年齢に達した男の子たちのために、少年の家という施設を新たに作りました。現在こちら南林間小学校なんですけれども、こちらにですね、昭和29年に少年の町、通称ボーイズタウンという子どもたちの、少年たちのための施設を作りました。聖母愛知園では園児たちの養子縁組の話が進みまして、それで海を渡る子どもたちもかなりいたんですけれども、養子縁組の話が成立するというのは女の子の場合の方が多かったんですね。男の子の場合には養子縁組の話がちょっとねまとまりにくいという状況でした。まあ、そういった事情、いろいろな事情がありまして、就学年齢に達した男の子たちはこちらのボーイズタウンに引っ越したわけですね。こちらの地で暮らすことになりました。このボーイズタウンも公の施設ではありません。聖母愛知園のバックボーンとなるカトリック教会の寄付によって設立されました。当初ですね、このボーイズタウンの建設に対しては地元の反対運動が非常に強くて、なかなか建設することができませんでした。結局話し合いの末ですね、ここに入る子どもたち、ボーイズタウンの子どもたちを地元の小学校には通わせないという条件で設立が認められることになります。ですからこのボーイズタウンの子どもたちはこちら大和の地元の小学校に通うことはできず、バスで1時間かけてですね、山手の元町小学校まで通っていたんですね。バスに揺られ元町小学校に通う少年たちの心持ちはいかばかりのものであったのでしょうか。その時少年たちはこれから先自分たちが背負う運命を感じ取っていたに違いありません。ボーイズタウンは昭和46年にその役目を果たしたということで閉鎖されました。そしてその後はですね、この地に南林間小学校が設立されたということですね。それではこの南林間小学校を後にしてもう一箇所回る場所があります。 JR 大和駅までやってきました。ここから歩いて5分ほどのところに根岸外人墓地があります。こちらが墓地の入り口です。
ここに来るのは2回目になります。ちょっと懐かしいですね。今根岸の外人墓地に来ています。この外人墓地に来るのは久しぶりですね。実は私の YouTube 第1回目がこの根岸の外人墓地だったんですね。それ以来ですからもう2年半ぶりぐらいになります。その時もですね、この今私の後ろに見えております、片翼の天使の像の前で撮影をしました。最初の YouTube の回で申し上げた通り、この墓地には、戦後間もなく、アメリカ人兵士と日本人女性との間に生まれた英児およそ800とも900とも言われているんですけれども、そういった子どもたちが眠っていると言われています。正確な数というのは全くわからないんですけれども、そういった子どもたちが眠っている、何人かの子どもたちは眠っているということは確かなことなんですね。この墓地には英治が埋葬された場所というのもあるのですが、それも確かなこととは言えません。また何百もの白い十字架が建てられたとも言われていますが、実はそれも何のための十字架なのかはっきりした記録はありません。戦時中の混乱期であり、正確な記録は何も残っていません。記録に残らない子どもたちがここには眠っているのです。こちらの天使の翼の像は、そういった子どもたちを慰霊するために作られたものです。まあ、ここに眠る子どもたちをね、天使と呼んでいるんですけれども、眠っている子どもたちはね、おそらく普通の子どもたちではないかと思います。特にね、天使とかそういった故障を用いて、あえて美化したような故障を用いることはちょっとね、私は違和感があります。ここに眠っている子どもたちはみんな普通の、子どもたちであったということだと思います。ただね、普通の子どもたちであったんですけれども、普通の子どもたちとは一つ違うことがあります。決定的に違うことがあるんですね。それは何かというとですね、誰よりも戦争を知っているのはこの子たちではなかったかということですね。実際にこの子たちは戦場に行くことはありませんでした。戦場に行ったわけではありません。しかしね、この子たちがおそらく誰よりも戦争というものをよく知っている者たちであると私は思います。この子たちはその短い命の中で戦争とは何かということを誰よりも知りました。しかしそれ以外のことは何一つ知ることはありませんでした。はい、ということで今回は山手を中心に歩きました。西武愛知園をはじめ元町小学校、南林間のボーイズタウン、そして根岸の外人墓地などを回りました。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまたお近いうちに。